はいどうも、かまし TV のかましです。皆さんお久しぶりです。久しぶりの飯動画です。いや最近は質問系の動画をショートで出してたりとか忙しくそれぐらいしかできませんでした。今休みに入ってるんでカマキリの動画、カマキリの動画ね出していこうと思います。で今回はですね、こちら昨日撮ってきました成虫のカマキリですね。前回の多分動画で父いたと思いますけど、あれはちょっと逃げられちゃいました。まあ、どういうことかっていうと、こういう感じで飼ってたんですよ、脱皮しやすいように。でその俺忙しくて餌あげることしかできなくて、でなんて言うんだろう、その涼しい時は外で飼ってたんですよ。外に置いて外の区域に触れさせてあげようと思って、でそしたらですね、ここが破けてることに気づかないままですね、外で飼っててしまって逃げられちゃいました。はい、なので今回はねこっち見つけたんで捕まえたのを撮ろうと思います。悲しいです。まあ今回の動画はその家を作るって動画でもよかったんですけど、ちょっとねこちら見えるかな、捕まえてきたこの虫たちをあげようと思います。じゃあちょっと入れていきます。じゃなくてカマキリが逃げました。よし、もう一回やります。カマキリ。さあどうだ。さあ、てか全く食べないですね。テンパってますね。さあ食べる。なんとか今食べさせました。いや捕まえる瞬間を収めたかった。捕まえる瞬間っていうかもう強制的に食べさせました。こんな感じですね。いや腹ペコだったんで多分捕まえる元気がなかったのかもしれません。カマキリが全然餌を食べない時はここの部分を持って怒らせてから虫を口に近づけてそのままにしておくと食べるんですね。意外とストレス与えちゃうことになるんで、あんまおすすめはしないですけど、本当にやばい時にはそうした方がいいです。あ、やべ、足が落ちてる。てか見てください、こちらさっき全然食べてくれない時に別のもの探してたんですけど、こちらカメムシの大群捕まえてきました。映るんでいけちゃいます。ここを映してみましょう。ここの方がいいかな。
Thank you.